初恋というわからない感情、それにまだ届かない感情。虎に翼第3週、女は3階に家なしのお話が終わり、第4週、鏡女に反り男のお話が始まります。昭和8年1933年秋、智子は明律大学女子部の2年生になり、半年も過ぎると60人もいた同級生も20人にまで減りました。危機感を覚えた智子たちは、女子部の存続のため法廷劇をやり、新入生の確保につながると思ったが、男子学生の妨害でめちゃくちゃになってしまいました。本当に許せない男子学生たち。そんな中、ヨネの壮絶な過去を知り、そして法廷劇の検証をする過程で同級生や花江の本音を知ることができ、仲間たちの絆は強くなっていきました。そして昭和10年、智子たちは女子部を卒業し、これから3年間、明律大学法学部で男子学生と一緒に学ぶことに。また新たな扉が開きました。第4週のお話は、明律大学の法学部に進学した智子たちには新たな挑戦が待っていた。最近の法改正により、女子も正式に弁護士資格試験を受けることが可能になり、男子学生に引けを取らないようにと一層の努力をしようと意気込んでいた。そんな中、男子学生の花岡悟が彼女たちの前に現れるが、彼は予想外にも男女平等が当然と智子たちを応援する姿勢を見せる。智子は自分の偏見を反省し、一方で米は花岡を疑っていた。そんな中、轟太一という学生が少子と言い、男と女が分かり合えるはずがないだろう、女は家庭を守るものだと睨んだ米を睨み返しながら言う。花岡は卑弥呼や北条政子、エリザベス女王など国を率いた女性はいるというが、そういう女はごくわずかだと一歩も引かない。ごくわずかな方々はここにいると花岡も引かず、使い込まれてボロボロになっている智子たちの六方全書を見れば、どれだけ努力してきたのかわかるはずだと。轟はぐうの音も出なくなってしまった。その日の午後、梅子の夫である哲夫が特別講師として登場し、智子は梅子の様子がおかしいことに気づく。講義では未婚女性が犬に噛まれて顔に深刻な怪我を負い、その両親が訴訟を起こした事件が取り上げられる。哲夫の発言が梅子を貶めるような内容であり、聞いている男子学生たちがそれに喜んでいる様子に、智子や米は怒りを隠せなかったが、梅子自身はすでに諦めているように見えた。そして親睦を深めるためにハイキングに出かけるが、花岡たちの態度に不満を感じる智子。しかし梅子は息子の幸三郎を連れてきて、みんなで楽しくおにぎりを食べた。ところが小柱が幸三郎の前で梅子の夫には愛人がいると自慢げに話す。これに智子たちは驚愕し、梅子の家庭の問題が明らかになる。その後、花岡と智子は
梅子のこと、男女の社会的地位のことで言い争いになり、智子が花岡を突き飛ばすと足を滑らせ崖に転落していき、彼は入院することになった。智子は見舞いに行くものの、花岡と意見が合わずすれ違ってしまう。花岡は轟に、彼女たちを持ち上げていたが、それもやめだ。いっそ命爪を訴えて、痛い目に合わせて、と言うと、轟は、愚か者。俺は彼女たちが好きだ。あの人たちは強さ、優しさがある。お前は日に日に男らしさがなくなっている、と花岡の怒りを鎮めた。そして花岡は入院から大学に戻り、梅子に謝罪し、家族からのプレッシャーを告白する。智子も花岡と心を開いて話し合い、二人の絆が少し深まる。しかし、その後、猪爪家に検察が押し入り、直子が贈賄で逮捕されたと告げられる。証拠品として家中が捜索され、困惑する智子たち。しかし、下宿人の雄三が法律の知識を生かして何とかしようと提案する。智子たちは直子の無実を信じ、帰りを待つが、直子の逮捕はただの始まりで、世間を揺るがす大汚職事件、京和事件へと事態は悪化していく。第4集はこのようなお話になるようです。智子は次のステップを踏むことができたようです。が、猪爪家で書生として頑張っている雄三は、高等試験を落ちてしまって、また浪人生活のようです。そして兄直道と花江の間には子供が生まれ、名前を直人と付け、猪爪家を出て生活の拠点を近所に移しています。法学部の男子学生は花岡と轟、智子たちを受け入れる花岡、拒絶する轟。だけど、智子たちの頑張りを見ていくうち、接する時間が長くなるうちに、感情の変化が生まれてくる。智子も二人と接する時間が長くなるうちに、二人の性格や考えが分かってくる。智子が花岡を突き飛ばすのは、彼の考えに失望した面もあるけど、彼の本当の性格や優しさを知らないということもあって、思わずカッとしたというのもあるようです。二人は仲直りして、初恋というのでしょうか。結婚を拒絶していた智子の心の心境の変化があるようです。それが初恋なのか、まだ届かない感情なのか、智子自身もわからないのかもしれません。そして父直子との逮捕。猪爪家に智子に激震が走ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。